じゃあ今度は、はい、あの上級バージョンとして両方一気にいく感じで、自分とかはもうこれが普通になっちゃってるんで、はい、あれなんですけど、まあ上級バージョンとしましては、はい、先ほど足っていうところまで持ってって、とこの爪が出る前全開に上げてもらって、はい、一気にですね、はい、しっかりヘルメットを持ってもらって、この爪を両方とも上に押し上げてもらいます。そうすると左右両方にね、はいはい、なんと簡単に外れます。そっちの方が簡単なんじゃないですか。そうです。でもちょっとこっちはまあ上級者なんで、まあ、なかなか、はい、カチッと落っことしたりしたら嫌ですね。そうなんですね。なんで、まあ、何回かやってもらって、はい、コツが掴んできてからでも全然いいと思うんで。あ、そうですか。じゃあ入れる方も左右一気に切れます。自分は無難に入れるときは片方ずつなんですけど。あ、そうですか。ちょっと一回あの試してみます。試してみましょう。結構あの粗いヘルメットをこう、はい、つけたり外したりするときにカチッとか、そうですね、バキッとかいったら失礼ですけど、はいはい、音がすごいじゃないですか。音はしやすいですよね、はい、その音にあんまりビビることはないですか。結構最初自分もそうだったんですけど、はい、もうまず壊れないと思いますので、その辺はあんまり気にせずにやってもらって、はい、よーい、しましょう。よーい、ドン。じゃあつけてください。片方ですね、いいですか。あ、どっちでもいいですよ。あ、手慣れてるね。僕もね、15歳、はい、初めて、家の下部を裏庭で乗ったのが確か14歳ぐらいだったかもしれないな、はい、なんで、もう、まあちょっと負けてるかもしれないけど、10な皆さん、その時荒いヘルメットでしたね、はい、どうだ。おお、早い。はっはっは、早いですね。びっくりしました。おお、どう。難しくないでしょ。ありがとうございました。小林龍太さんでした。はい、ハルマツプロで 600cc 応援しましょう。はい、よろしくお願いします。